今回市場価値を考える企業はトーレ株式会社です。トーレは1926年レーヨンの生産会社としてスタートしました。繊維、機能化製品、炭素繊維複合材料、環境、エンジニアリング、ライフサイエンスの5事業を通して素材の力を通して社会への貢献を果たしていっています。代表的なのが繊維事業、ナイロン、ポリエステル、アクリルをベースに縫製製品など様々な形態で製品を提供し、医療から産業資材まで暮らしの中のあらゆるシーンで役に立っています。あのユニクロのエアリズムもそのうちの一つです。機能化製品では樹脂、フィルム、ケミカル、電子情報材料の4事業を展開、自動車、情報通信、エレクトロニクスと幅広く貢献している。炭素繊維複合材料からは世界最大のシェアを誇る PN 系炭素繊維を中心に様々な素材形態で社会の要望に応えている。航空機、自動車、スポーツ界でよく使用されている。人々の生活環境向上と健康、生活美化に貢献することのできる製品を水処理膜技術で現実化しています。ライフサイエンス事業からは医療の質の向上、医療の現場の負担軽減、健康長寿への貢献を目指した取り組みがなされている。トーレは素材作りの会社です。日々先端材料の研究技術開発を進めています。私たちが普段お店で目にする商品や通勤旅行で使用する乗り物はいわゆる最終製品と呼ばれ、トーレの扱う素材はその中に隠れてしまいます。しかしいつの時代もこれからも全ての形あるものには素材というものが必ずあります。そのうち繊維を代表格に持つ企業、それがトーレ株式会社なのです。今後も日本国内及び海外にて当企業は活躍の場を広げていくことでしょう。それらを鑑みてあなたはトーレに投資をしますか？それではまた明日。